おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバー、サイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは水色、ラッキーナンバー8です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。リーディングに入っていきます。約10秒間お取りしました。進めていきます。まずは1枚目めくります。塔の正位置が出ました。突然に見舞われるショック。晴天の霹靂のようなショック。現状がどのような状態であっても、避けられないトラブルが起こってしまう可能性があります。全く想定してなかった出来事が起こり、混乱しますが、溜め込んでいたフラストレーションが解放されることもあります。衝撃は大きいものの一瞬で終わり、その後はスッキリしているでしょう。すべての意味において良くない状況を表しています。恐れていた予感が的中したり、どこかで無理をしながら続けていたことが突然のハプニングで崩壊するかもしれません。追うべき目標が間違っていたのかもしれません。特に普段から手抜きをしていたものは跡形もなく崩れてしまうかもしれません。金銭面や愛情面では急に状況が悪くなります。大金を失うか、愛する人と別れなければならないことになる可能性があります。事故や急な病気に注意する必要があります。傲慢になるな、謙虚であれとの忠告です。塔の正位置の意味は急激な変化、不測の事態、破綻、刺激的な恋、状況がガラリと変わる、突然の辞職や転職、大災害、事故、怪我、個性的、感情の爆発。二枚目めくっていきます。カップの6の正位置が出ました。過去を振り返ることで、今のあなた様に必要なものが見つかりそうな予感。あなた様のピュアな感性が、心を守ろうとして、過去の幸福な記憶に立ち返らせようとしています。今は幸せな未来を思い描くことができなくとも心配しないでください。どんなに過去が美しく、もう二度と戻れぬ悲しみが湧いてきたとしても、すべての感情をあるがままに感じるでしょう。理性で判断しようとせず、感じるままに今を受け止めることが、心を蘇らせる力になります。童心に帰り精神を癒そうとしています。過去を振り返ることで、今のあなた様に必要なものが見つかりそうな予感です。記憶の中の幸せな記憶によって生かされていることに感謝して、悲しみが癒えるのを待ちましょう。子供時代に夢中になっていたことが、今のあなた様を輝かせるヒントになる可能性があります。旧友と再び関係を築く機会が増えそうです。環境の変化などで疎遠になった人たちと縁が生まれるかもしれません。古い友人から連絡があれば、気軽に応じてみてください。言葉にできないほどの悲しみや苦しみに、心が壊れてしまうような思いがしても、あなた様の心の純粋さは失われてはいません。辛い現実から逃げるように、幸せだった過去の記憶が呼び覚まされることもあるでしょう。大丈夫、あなた様は必ず復活します。カップの6の正位置の意味は甘酸っぱい恋に落ちる、あどけない人、アットホームな職場、原点に立ち戻る、若い、
会話を心から楽しむ、懐かしい友人との再会。本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございます。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。